はい、今回はですね、揚げ出しと、揚げ出しの豆腐でございまして、この天つゆをかけてですね、いただきたいなと思います。で、天ぷらのつゆをね、まあ、かけるということで、ものなんですが、醤油とかじゃないのかなと思ったら、醤油じゃねえのかいって作りなんですけど、天ぷらのね、最近醤油でもほら、いろんな醤油がね、発売されてて、より味が薄いやつもあれば、より濃いのもありますからね。で、まあ、これで、なんて言って、で、この、これですね。もうちょっといただきたいかなと思います。うん。もう天ぷらの味がするわ。うん。ちゃんとあの天つゆの独特な味に。うん、この豆腐のね、油揚げの、うん、豆腐が、うん、本当に湯豆腐みたいな感じで、まあ今の時期にはぴったりかもしれないですね。非常に美味しくてね、うん、でこの豆腐の美味しさと、うん、揚げた感じが良くて、うん、結構これはこれでいける味ですね。うん、なかなかの本当湯豆腐って感じで、この揚げた美味しさっていうのがなかなかね、いい味を出してるなと思います。で、結構な、うん、美味しさだし、なかなかの丈夫の味わいで、うん、これはいけるんじゃないっていう感じですね。まあ結構油揚げとこのまあ鰹節を乗っけてるだけって感じなんですけど、まあ鰹節とよく合って、まあ、シンプルって言えばシンプルな味なんですが、まあ、衣の味と聞いててね、なかなかいい味ですよ。まあ、ほんとこれこそ昔ながらの味わい深い味で、うん、結構ないいね、天ぷらの味で、なかなかの美味しい味わいを出してるかなと言ったところは、非常にまろやかでシンプルですけども、まあ天ぷらの、味で非常に美味しいなと思います。どうもありがとうございました。